昼顔は昼顔科の鶴性植物。夏に朝顔に似た桃色の花を咲かせ、昼になっても花がしぼまないことからこの名がある。薬用植物であり、民間では利尿薬として利用した。和名ヒル昼顔の由来は昼の顔の意味するところから名付けられたものである。花が咲いている時間帯は朝から花を咲かせて夕方にしぼむまで昼間も咲き続けているため、 昼顔と呼ばれている。日本には古くから自生しており、奈良時代末期に成立したとされる万葉集では、美しいという意味を表す、洋の語を当てて、姿花として記載が見られる。奈良時代に朝廷が派遣した遣唐使が、検討士が中国より朝顔が持ち帰られた時に、朝顔に対する呼び名として、昼顔と呼ばれるようになったと言われている。地方により、様々な呼び名があり、 怒り花、つんぶう花、怒りずる、雷花、天気毛、雨降り花、父花、割烹などの地方名でも呼ばれている。英語では、バインドウィード、フォールスバインドウィード、中国名では、日本天犬といい、中国で昼顔とも呼ばれている。花言葉は、絆、優しい愛情、常時、友達のよしみである。日本原産の在来種で、 北海道から九州までの日本全国に分布し、国外では朝鮮半島、中国に分布する。日当たりの良い野原や道端、線路際、空き地、河川敷などに普通に自生する。地下系で増殖する鶴生の多年草で、地上部は毎年枯れる。白い根茎が地中を走る。切断された茎片からも伸び出し、春から鶴が伸び始め、夏にかけて繁茂する。 一般的な、鶴植物は、双葉が出た後に本葉を出して鶴を伸ばすが、昼顔は、双葉が出た後本葉が出る前に、他の植物よりも少しでも早く成長させようと鶴を伸ばしてくる。葉には、長い傭兵があって個性し、葉の長さは10センチメートルほどの細長い三角形をしている。葉芯は、保形や、矢はず形で、基部の両側に少し張り出した側辺があり。 分裂せずに先は尖っている。夏季は初夏から夏。葉の付け根から花柄を出して薄いピンク色で直径5から6センチメートルの花を咲かせる。花の形はロート系。鶴が伸びるに従い、鶴先へと咲き進む。花は日中に開いて夕方にしぼむ。花の付け根にある額を包むように大きな2枚の筒が付く。法要が額を包み込むので、 気化植物の西洋ヒルガオ、西洋ヒルガオ、学名コンボルブルスアーベンシスと区別できる。花柄には翼がつかない。果実は普通結実しない。アサガオは地毛だけでも受粉をすれば種子を作るが、ヒルガオのそれは異なり、自分の花のおしべの花粉を自分のめしべにつけても実ることはなく、種子を作るためには他の株の花粉がつかなければならない。そのため、 地下茎で増殖するヒルガオにとって、一種がたくさん育っている場所ではない限り、種子を得ることは難しい。アサガオは観賞用に栽培される園芸植物であるが、ヒルガオは地下茎が長く伸びて増殖し、一度増えると駆除が難しいため、大半は雑草として扱われる。ヒルガオは薬用植物でもあり、前草を乾燥したものは、ヒルガオという木薬になる。 中国では、ヒロハヒルガオが同じ薬用に使われる。若い形容は食用にできる。花や蕾は食用に適しており、悪も少ないため生殖も可能な野草として知られている。木薬であるヒルガオは、牡蠣の形容がよく伸びたものを刈り取り、水洗いして2から3センチメートルほどに刻んで、天日干し、または陰干しして調整される。利尿、強制競争、 疲労回復、糖尿病、高血圧予防に役立つとされ、昼顔ついた治療5から15グラムを、水500から 600cc で半量になるまで煎じ、3回に分けて服用する用法が知られている。神経痛には50グラムほどを、浴頭量として用いる。天日保しした葉を煮出してお茶代わりに飲むと、疲労回復に役立つとされている。若い鶴や葉は、軽く茹でて、 おひたしやあえものにして食べられる。また、生の葉は、天ぷらや油炒めに、花は湯にくぐらせてから酢のものにして食べることができる。禁煙種に小ヒルガオ、ヒロハヒルガオ、ハマヒルガオなどがあり、ヒルガオ同様の薬効がある、薬用植物として用いられている。小ヒルガオは、ヒルガオかヒルガオ族のツル性植物である。小ヒルガオの名は、ヒルガオよりも花が小さいことに由来する。 日本の本州、四国、九州から沖縄まで、東南アジアに広く分布する。草地などでよく見られる。ヒルガオと似ているが、花弁が直径3から4センチメートルとヒルガオより小さいこと、花柄上部に縮れた翼があること、葉の形などの異がある。葉は三角状で保護形、養心の基部の左右張り出した列片は浅く切れ込んで二つに分裂する。 地下に横走する地下圏がある。下記は6から8月、溶液から養兵を出して1個の花をつける。大抵は雑草として扱われるが、80先の園芸種が栽培されることもある。浜ヒルガオはヒルガオかヒルガオ族。海岸の砂地に群生し、日本全土及び世界に広く分布する。鶴生田年層。浜ヒルガオの名は海岸に生えることに由来する。 茎は、鶴生となり、地下茎は砂中を刃う。葉は、長枝があり個性し、緑色のハート型ないし腎臓型で、厚く、光沢がある。5から6月には、淡紅色で直径4から5センチメートルのヒルガオに、似た花を開く。果実は、休憩で、種子は黒い。西洋ヒルガオは、ヒルガオか西洋ヒルガオ族の植物。ヒルガオに、姿が似た、外来種で、 つとが花柄の中間あたりにつく。花が咲く時間帯により、昼顔以外の種では朝顔、夕顔、夜顔もある。ただし夕顔だけが完境で知られるウリ科の植物になる。ありがとうございます。